ヘルネー、ヘルネーはギリシア神話に登場する女性である。長母音を省略してヘルネとも表記される。元来はスパルタで信仰された樹木崇拝に関わる女神だったと考えられている。表向きはスパルタ王、ティュンダレオースと王ヒレーダーの娘であるが、ジップはゼウスであり、ジ母ツボはネメシスともされる。兄にディオスクーロイ、カストールとポリュデュケース兄弟。 姉に、クリュタイムネイストラーがいる。メネラーオスの妻となったが、イーリオス、トロイアの王子パリスにさらわれ、トロイア戦争の原因となった。ヘレネーは成長すると、地上で最も美しい絶世の美女となった。テイセウスは彼女をさらって、母、アイトラーのもとに預けたが、ディオスクールイにアイトラーごと取り返された。アイトラーは、この後ヘレネーに召し使われてイーリオスまでついていき、 イーリオス観落の際に、テイセウスの息子のデモポーンとアカマースに再会した。ヘレネーの結婚に際しては、求婚者がギリシア中から集まった。ヘレネーの義父、テュンダレオスは、彼らの中の誰を結婚相手に選んでも、それ以外の男たちの恨みを買う恐れがあるため、あらかじめ誰が選ばれるにしても、その男が困難な状況に陥った場合には、 全員がその男を助けるという約束をさせ、彼らの中からメネラーオスを選んだ。メネラーオスの妻となったヘレネーは、イーリオスの王子、パリスの訪問を受けた。パリスは、美の審判の際に、アプロディーテからヘレネーを妻にするようそそのかされていたのである。ヘレネーはパリスに魅了され、娘ヘルミオネーを捨てて、イーリオスまでついていってしまった。 メネラーオスとその兄アガメムノンはヘレネーを取り返すべく、求婚者仲間たちを集めてイーリオスに攻め寄せた。元求婚者たちは前の約束があるために、これを断ることができず、トロイア戦争に参加した。トロイア戦争ではヘレネーを返してギリシア勢に引き上げてもらおうという提案がなされるが、パリスが反論してサタヤになった。パリスの死後は、 パリスの弟のヘレノスとデイ・イポボスがヘレネーをめぐって争いを起こし、ヘレネーはデイ・イポボスの妻になることとなった。ヘレノスは弟にヘレネーを奪われたことを恨み、戦闘に参加するのをやめて市外に逃れた。その後ヘレノスはウルッセウスに捕まって説得され、ギリシア勢に味方することになった。ヘレノスは予言能力によりイデオス陥落に必要な条件を教え、 その滅亡を助けた。イーリオス陥落の際、木馬の中にいたメネラーオスは、デイポボスの館に駆けつけて、デイポボスを殺した。そしてヘレネエも殺そうとするが、連情を闇がたく殺すことができなかった。ヘレネエは、メネラーオスと共に、スパルタに帰った。後日談では、再び、スパルタの王妃として、かつての求婚者たちの許しを得て平穏に暮らしたと、される。 また、別の話では、アガメムノーンの息子、オレステイスによって殺されたとある。オレステイスは、三つの果てに、夫、アガメムノーンを殺した母、クリュタイムネストラーを、自らの手にかけたが、おばであるヘレネオも、父アガメムノーンを10年に及ぶ戦争に連れ出し、家族崩壊の原因を作った不義の女として、成敗した。ギリシア悲劇でもしばしば扱われたが、 三大作家の一人エウリーピデースによる悲劇、ヘレネーが現存している。ヘロドトスはその著書、歴史でエジプトで得た知識として、これらの通説とは異なる話を記載している。それによると、パリスの船が風の影響でエジプトに来航した際に、彼の従者が神殿に駆け込んで主人のヘレネー誘拐を暴露したため、パリス一行はエジプトの関係に逮捕されてしまう。 当時のエジプトには、漂着者は丁重に保護するという規則があったため、パリスは命だけは助けられたものの、ヘルネート彼女と共に略奪したスパルタ王室の宝物をエジプト王室の管理下に置かれ、上で国外追放の判決が下された。事態を知らされた、パリスの父でトロイオ・プリアモスは、スパルタに事情を説明するが、激怒したメネラーオスは、 トロイ側の話をトロイが落城するまで信用せず、エジプトに問い合わせすらしなかった。トロイが占領されるに至って、トロイからヘルネーの姿も痕跡も発見されず、なおかつ生き残った捕虜も、プリアモスの話を繰り返すだけであったことから、ようやくメネラオスは、エジプトを来訪。エジプトのファラオから艦隊を受けた上、丁重に扱われていたヘルネーと拳銃に、 保管されていた宝物の返還を受けた。しかしながら、帰国を焦るメネラーオスが、公開安全祈願の生贄のために、現地民の子供を誘拐したことが発覚したため、慌てて出港したスパルタ人は、リビア方面に流されてしまい、帰って帰国に手間取ることになってしまった。ヘロドトス自身は、王族を含む、大量の戦死者が出ている状況でヘレネエを、返還しないのは異常。 変換仕様にも変換できない状況にあったと考える方が合理的。として、通説よりも、このエジプトで伝えられていた説を支持している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。